毎度ご視聴ありがとうございます。四十からの幼鳥ですかね、こちらね。今日はね、後ほど山柄の幼鳥にもね出会いましたけれども、皆さん人生何色ですか？私はね、このバラ色なんていうとね、先ほどご覧いただいたようなああいった色をイメージするんですがね、こちらは一瞬でしたけどね、山柄の幼鳥でありましたかね。この季節山に入りますとね、見たことがない鳥がいるなと思ったら、先ほどご覧いただいたようなね、四十から山柄の幼鳥であったりすることがありますがね、こちらねカラスが鳴いておりまして、ちょっと手前に2羽ね止まっているのは四十からなんですがね、何かちょっと近所に気になるものが、守りたいものがあったのかななんてね想像したんですがね、こちらメジロですね。まあ樹上のラッパーというふうにね私は呼んでいるんですけどね、ヒバリが天空のラッパーだとするとね、メジロは木の上のラッパーじゃないかななんてね、チュ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 よっなんてね言ってるような気がするんですよね。バラ色なんていうと皆さんどんな色をね ご想像されますでしょうかね。実は特定の色ではなくってね、さまざまな色合いというか、まあ華やかなというかな、そういったことの例えであるんですかね。キビタキにね久しぶり出会いましたというか、まあ、キビタキの場合はね鳴き声を頼りに撮影するようなことがほとんどなんですがね、カワラヒワがね真ん中あたりに小さく映っているんですが、その後ろでね春ゼミの鳴き声がね聞こえておりましたけれどもね、こちらは浅間一文字という蝶ですかね。まあよく似た蝶がね一文字蝶とかいますのでね、野鳥の識別と同じようにね昆虫の識別もなかなか難しいんですけれどもね、この兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしておりますが、この地域でもバラの有名な公園などがねありまして、今日などはいい天気でしたしね、休日でもありますのでたくさんの方がねこの近辺訪れられていたようでございます。バラ祭りなんていうようなイベントはねかつて行われていたように思うんですが、今でもやっているのかな。ライブね演奏などがあったりとか、いろいろなお店がね出ていたりとかしたようなこともあったように思うんですけれどもね、こちらね冒頭ご覧いただきました四十からの幼鳥ですかね、いわゆるくちばしが黄色いなんていうね、まだまだ未熟なことの例えで言ったりしますけれどもね、まさしくその通りなのかな。そんなこと言わんといて。これね、おじろさんがね、私はそんなこと言ってませんよなんてね言っているのかもしれないですけれどもね、気持ちの持ちようでいろんなねことを言われているように聞こえることもあるんですけれどもね、バラ色の話ですけどね、バラっていろんな色があるから
それこそいろんな色でね、華やかな状態のことをバラ色の人生なんて例えているのかなと思ったらね、実はバラ色っていうのは定義があるようでございまして、あながち私が思っていたああいうちょっと赤みがかかったというか、オレンジがかったというかな、そういった色であるそうでございますね。まあ何色であろうと人生をね楽しみたいと思いますけれどもね、気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。